第10回の授業は R と Excel を使って実際にこれまでに学んだ貨幣の時間的価値の知識を使って計算してみようというお話です。日本学生支援機構から借りている第2種奨学金の毎月の返還額ペイメントというのを計算してみようというのが今日のお話です。で、設定としてはまず第2種奨学金ですね。これは利子がつくものです。これですね。で、まあ無利子の場合にはシンプルで返還期間で割ると、借り入れ総額を割ると。だからまあ簡単なんだけど、利子がつく場合にはちょっと難しいですよと。で、利率は授業と同じく、貸し借りする時点で固定されているという設定を考えます。で、毎月毎月一定額を返還していくという設定です。学生支援機構の利子というのはこの在学中は無利子なんですね。だから本来は1年生の頭で借りた奨学金というのは4年生で卒業する時点になって4年分の利子がついているはずなんですが、それがつかないんですね。ですから在学中は優遇されていて、有利子の借り入れ第2種であっても在学中には利子取られませんよと。で、まあこれまでの考えで言えば、まあ在学中に借りたお金は卒業時に借りた扱いにしてくれるんですね。4年間で240万、毎月5万円借りた場合には、1年生の4月に借りた5万円っていうのは、利子がつかないで卒業した時点で5万円借りた扱いにしてくれるんですね。そして、1期間が1ヶ月です。ですから1期間ごとに金利を計算していくことになります。で、ここで求めたいのは、入学から卒業まで毎月5万円を借りた学生を考えましょう。で、利率というのが借り入れが終了した時点で決まるので、ただ皆さんがいくらの金利適用されるかっていうのは卒業するまで分かんないんですね。ですからもうすでに利率が確定している昨年度の卒業生ですね。これの場合には3月に卒業した人はいくら返す必要があるかというので計算してみましょう。で、まず借り入れ総額を計算しましょう。毎月5万円借りたとしましょう。借り入れ総額、まずキャッシュローゼロ、これ4年の卒業した時点ね、この時点で借りた扱いにしてくれるんで、4年生の卒業時点、卒業した瞬間、4年間借りましたよと。で、1年12ヶ月ですよと。だから60ヶ月ですかね。で、60ヶ月にわたって月当たり5万円借りましたよということで、総額は240万円ということになります。で、ここでじゃあ何ヶ月かけて返すかというのは借りた総額によって決まるルールになっています。で、この参照 URL というところに飛んでみると、で、これ、さっきの URL 飛んだところですね。で、どう計算するかというと、貸与総額が240万円の場合、ここですかね。で、それの場合に適用されるこの基礎額というのが16万円と。で、これ、まあ、基本的に1年16万稼いってことですね。で、1年16万返すんで、この貸与総額240÷16万円で、15年ですよという数字になります。このね、今回の数字入れたら。だから15年、まあ、15年つまり180ヶ月、このオレンジですね。180ヶ月かけて返せよと。さっきのね、240万円の場合には基礎額が16万円ですよってやりましたよね。割り算すると15って出るんで、これが年なんですね。だから、それに12かけて180ヶ月かけて返せというようなルールになります。ただし、卒業してから、6ヶ月間は返済猶予期間というのになっていて、その間待ってくれるんですね。だから返すのは7ヶ月後から180ヶ月ですね。ですから7ヶ月後から、卒業後7ヶ月後から186ヶ月後の各月に、各月に返済するという流れになります。で、じゃあここの知識を使って、で、NPV がゼロになるというのが貸し借りですよね。それが満たすべき式はどうなるかというのを見ていきましょう。で、 NPV がゼロですね。で、これがキャッシュフローゼロ、この240がキャッシュフローゼロ。今卒業した瞬間に240借りたことにしてくれますよと。240万円ですね、単位は。で、これが1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目、6ヶ月目。ここまでは、キャッシュフローゼロでいいんですね。待ってくれると。ただし、しっかり金利はつきます。
で、今度7ヶ月目、卒業7ヶ月目からこのペイメントが発生します。で、それが186ヶ月後までですね。ですから、キャッシュフローで言うと、今のプラス240のキャッシュフローと、で来期以降0が6回続いて、ペイメントが180回続くという、その効果になるわけですね。で、まあこれがなければ、まあ前やったやつですよね。一旦借りて、次の期からすぐにペイメントが始まるケースに近いですよね。ですがこれ同じように計算できて、これ満たすにはペイメントを求めたいんですね。毎月の支払額いくらになるかというのを求めたいと。そして、これで書こうか。ペイメントの、これの、まあ、6乗で書くことをやります。これね。なんで6乗で書こうかというとね、これ作りたいんですね。これ前計算しましたよね。そうすると、これは前やった V イコール、ほにゃらら、これですね。これやって、で、1たす R の V を計算して、引き算してという結果、これに置き換えられるので、ここに入れて、ペイメントについて解くと、こうなりますよと。で、これ、なんか新しいの出てきたなと思うかもしれませんが、ここが、今までだったら、キャッシュフローゼロだったんですね。今借りてすぐに返す場合はこれがキャッシュフローゼロになってて、それがこの式に変わってるだけです。で、この額何かっていうと、結局最初半年間返しませんよね。だから卒業後半年後、借金はしっかり利子取られますんで、240万に1たす月利 R の6乗6月分をかけた額に増えてますよね。だからこれが最初にもらう額と考え直して、次の期から返しますよっていう式と同じなんですね。だから今までの最初にもらう額が6ヶ月後にこれもらったと考え直して、7ヶ月目から定額返すって考えれば同じようにできるんですね。だから半年後にこの額に増えた借金を翌月から180ヶ月かけて返す際の返済額の同質式ですね。だからこれ、例えばある期にこの 240×1+R ですね、 R の6乗でスタートして、で1期目からペイメントがこう定額で、これ全部 PMT ですね。これの交換する、これ出すのと同じなんですね。ですから、まあ考え方は今までと同じようにできるんですね。スタート地点が6ヶ月後と考えて、その期にこの額を借りたと考えて計算すればいいというわけですね。これでもう180ヶ月 N は分かってるし、で、金額も分かってるし、あとは利率さえ分かればこれ式計算できますよね。で、まあ電卓で180乗きついんで、まあこれぐらいになったらもうパソコン使う必要ありますが、まあこの式で計算できますよと。月利が分かれば返済額が分かりますよということで、月利は学生支援機構のページに出てるかといったら出てないんですよね。で、実はですね、学生支援機構にはですね、年利しか公開されてません。年利いくらかというのはどこ見れば分かるかというと、この次のスライドのこのページが、この下に出典ってありますよね。ここ飛べばあります。ここですね、この令和元年度、令和2年3月に卒業した人ですね。令和元年度、去年の卒業生は、対旅終了は3月ですよと。3月に卒業して対応終わった人は、この利率固定方式でいきましょう。R が固定と巻き巻きね。で、そうすると、1年間で 0.07% の利子がつきますよと。だから、これが年利なんですね。で、まあ、2月に卒業した人はこれとかね。まあ、2月で卒業しないか。9月卒業とかだったらこれとかね。例えばね、これ今の4年生が卒業する場合には、これが3月になったら出てくるんですね。3月終わったからかな。ちょっと正確な時期わかりませんが。
出てくると。でそれが適用されるんですが、もうすでに確定している去年の卒業者はこれですよと。 0.07% が年利です。年利が決まるってことは月利が決まると。で適用される月利ですね、 R というのは借り入れ終了時に決まると。だからまだ今の4年生は決まってないんですね。ですが去年の4年生はもう決まったと。だから昨年度の卒業生、昨年3月に借り入れ終了した人っていうのは年 0.07% に決まったんですね。じゃあ 0.07% が年だと月はいくらかというのを出さなきゃダメですね。この式は全部1期間は1月ですから、だから年を月に直さなきゃいけないと。でじゃあこれの出し方考えますと、ちょっとこの実際に同年から月に変換してるかっていう探しは見つからなかったんですけども、辻褄が合うのはこのやり方ですよというのを説明しますね。で今の1円と1年後の 1+0.07%、 これが等価ってことですよね。つまり変換比率ですよね。だからこれ何かっていうと、今分の1年後ですよね。だからこれ今のお金にかければ1年後の等価の額が分かると。じゃあ求めたいのは何かというと、今と一月後の変換係数ですよね。いくらが等価というのを求めたいんですよね。でそれが 1+R だったらこれが月利ですよね。今と1ヶ月後の変換比率を出したいと。じゃあこっからここどう出すかというと、よく使われるのは2種類の方式があって、もう単純にですね、これ12で割っちゃうと、1ヶ月なんでね。12分の1するっていうやり方もあるんだけど、シミュレーションで計算してみたら、学生支援機構が公開しているシミュレーションを計算すると、これよりも、こっち使ってんだろうという方法、辻褄がより合う方法が次の方法ですよというのを説明しますね。で、12分の1じゃなくて、こっちをおそらく使っているという式なんですが、どうするかっていうと、これ、変換係数単位は今期分の t イコール0、今期ね、12期後の変換比率がこれですよという話でしたよね。これが何に等しいかっていうと、わらしべ交換みたいにありましたよね。メロンとみかんを交換するにはリンゴの変換係数かけてメロンの変換係数かけると。ただ前の例だったらかける2してかける3したら1対6になるよって話しましたよね。でまあここではある意味ね、このメロンとみかんの変換比率が6ですよというのは公開されてる感じかな。でただね、まあ今回の場合これとこれが等しいってことなんだけど、毎月同じなんでね、利率が。ただこれ同じように考えると、今期と12ヶ月後の変換比率これですよと。でこれ内訳考えると、今から1期後の変換比率がこれで、1期後から2期後の変換比率がこれでと。で、点々で、11ヶ月後から12ヶ月後の変換比率がこれでと。で、これ全部かけたものがこれだってことなんですね。つまり、これは、1+R の12乗分が 1.0007 だよと。じゃあこれ何ですかと、何が入れば1ヶ月あたりいくらが入れば1年で 0.07% の利率になりますかというのを求めると、それがこれになります。ちょっとこれ電卓だと計算できないで、12乗分の1とかやんなきゃいけないからね。まあどうするかというと、 1.0007 の12乗分の1をして1を引くと、この位置を取るためにね。まあそんなことするんだけど、まあちょっと式は何乗分の1とかピンとこないでしょうから、皆さんに理解してほしいのはこれにね、 0.00058 が月利だと、全部これだとちゃんとこれになるよと。だから月あたりはこれが適用されるよねという感じですね。というので計算してるはずです。何を12乗したら1.0007 になるかというのをもとに月利が出るよと。
で、じゃあこれを使えばさっきの式に入れりゃいいんですね。この R に入れると。入れて計算するとこれですね、これ万円単位なんでね、240万円なんで万円単位で13,408円か。これが1ヶ月あたりですね。ということで13,408円返してくださいというのが計算結果です。でちなみにですね、ちょっとこれ、あんまりピンとこないかもしれないけど、まあこういうことですね。こう、もう一度説明すると、0で12ヶ月後で、今の1は 1.0007 になんだけど、その間12回こう、まっすぐじゃないんですね。ややこう、こんな感じになってるんですね。こう、複利ですんでね。で、じゃあこの1期分はいくつですかっていうと、それがこうってことだね。この 1.000058 と。で、1.000058 倍を繰り返し繰り返しやっていくと、こうだんだん上がっていって、1年でこうなりますよと。いうのが今求めたやり方ですね。で、他にまあこれ12で割る方式で表示するっていうんだけど、まあそれは単位的にこう考えるんですね。こうまっすぐ書いて、だから12分の1ですよというので、0.0007 分の12が月利ですよっていうやり方もあるんだけど、ちょっとどっち使われてるか、どの資料見ても書いてないんだけど、こっちで計算した方が、学生支援機構のシミュレーション結果と一致するんで、おそらくこっちで使ってるんだと思います。ですがもう本当にビビったるもんです、差はね。月あたり10円も変わらない額になるんで、こんだけ利子が低いとね。で、ということで、まあこの額、結構なるなと思ったかもしれないけども、これが非常にお得なんですね。というのも、これ、無利子だと、240万円を180ヶ月で単純に割れば、1ヶ月あたり出ますよね。で、それを計算したら、13,333円と。だから240万を借りてるのに、毎月毎月上乗せ分が100円もないんですね。で、なんでこんなお得かというと、もう超低金利だからですよね。だからこの学生支援機構の借金というのは非常に皆さんにとって有利な借金だというのがわかるかと思います。学生支援機構のホームページで確認してみると、奨学金貸与返還シミュレーターと、このページで検索して飛ぶと、こんなのが出てきて、開始をして、で、実際やってみますね。大学生ですよと、2種の計算ですよね。で、貸与総額にしようか。で、これ240万で、で、入学時特別増額なしと。で、増額貸与、これはないな。で、貸与利率が 0.07 でしたね。んで、期間保証制度、利用しないにしようか。利用するとね、期間保証っていって、保証人がいらなくなる代わりに金利が高くなるっていうんだけど、ちょっとそれやるとね、話が複雑になって、保証料が毎月の奨学金から取られて計算が大変になるんで、ちょっとこれはなしにして、親御さんが保証人になってくれたと。で、240万円で、で、貸与、返還情報で、返還開始年月、20年卒業か。21年、10月かな。だからこの6ヶ月後はこれですね、返還開始月。卒業の6ヶ月後ですね。で、計算すると、13,407円ということで、まあ、誤差1円ですよね。さっきのだと、13,408円だったので、で、これ毎月払いますよと、180回返しますよと。いうことで、この1円分の端数なんで取らないかちょっとよくわかんないけども、で、多分その取り損ねた端数のところで、最後に1回だけちょっとだけ多く払うのかな。で、それでおしまいだよと。いう計算結果になります。で、ちょっとね、端数の処理方法とか、その辺がちょっとよくわかんないので、まあ、微妙に1円とかの差が出るんだけど、で、まあ、こんな感じで、まあ、一応計算合ってますよというのが確認できますよね。ということで、まあ、この学生支援機構も、この式使ってるんですよね。これ。端数をどうやって処理してるのかわかんないけども、まあ、おそらくこういうやり方をやってると。で、じゃあ、それをですね、Excel とかで計算しようと。で、これ、気合で180乗計算してもいいんだけど、電卓で。ちょっと大変なんで、このエクセルでどっかのセルにこれ打ち込みます。で、ペイメント関数っていうの、PMT 関数っていうのがあって、ここに利率入れて、で、期間ですね。1期あたりの利子のことね、だから。だからこれ出さなきゃダメなんですね、年利から。これが、
6ヶ月経った後ですね、6ヶ月の利子がついて、まあ6ヶ月後にこれ借りて翌月から返すって考え直さなきゃダメなんですね。で入れると計算できますよと。このスライド10のこれ入れてみた結果ですね、ここで、そうすると13,408円という結果が出ます。他に R 言語でもできますが、 R 言語の場合にはですね、このパッケージを入れた方が楽で、インストール .packages でフィンカルト、これを、入力して最初にパッケージ入れる必要があるんですね。ですがもう入れたら最初に1回だけやれば、あとはもうこれでできますんで、まあ、同じような感じです。ファイルからコピーするとこのね、クォーテーション、ダブルクォーテーションマークが全角になっちゃうんでエラーになるかもしれないんで、半角のダブルクォーテーションに直して実行してくださいね。あとはこれコピーして貼り付ければうまくいくはずです。でこれでまあ学生支援機構の計算ができたということで、今度はですね、騙されないためにということで、なにわ金融道というですね有名な名作漫画を元に、ちゃんと自分で金融計算できるようにしましょうという話をしていきましょう。この人は主役ね、灰原くんというんですが、でこの人が、灰原くんがこの帝国金融という、まあ、闇金業者に勤め始めましたよと。で最初この先輩の桑田さんから習うんですね。でここでですね電話がかかってきて、お誘っかも引っ掛けたんかと、よしわしのやり方よく見とくんやでと。でこれですね、このカモと、これ騙すものなんですね、カモをわしがきっちり型にはめてやるからよう見とけと、もしもし電話変わりましたよと。で金利は月2分、これはですね R=0.02%、 月利 2% ってことね。で例えば300万円借りていただいて、つまりキャッシュフローゼロが300万円ですね、R=0.02 と。で36万ずつ、これはペイメントがマイナス36と、10回払っていただければいいですよと、 N=10 と、これで計算できますよね。でこれで辻褄合ってれば、これの NPV が0のはずなんですね。この電話先は明日の1時頃までに300万欲しいんだと、欲しいんやと、まあ、切羽詰まったんですね、この人資金繰りに苦しんでて。で分かりました、10回払いですねと。で家族構成ですがとですね、で長女の雅子さん29歳で区役所 A ところお勤めですなと。これ何確認してるかって言ったら、要するに踏み倒されんかっていうのをやってるんですね。そんでこの人が払えなかったら、この区役所勤めの雅子さんに請求するという、まあ、そういう請求先があるかを確認してるんですね。で審査回しますよということで、審査が始まりましたと。でこの条件ちゃんとした借金になってますかと、 NPV ゼロですかと言うと、桑田さん月2分安いですよねと、月 2% ね。でアホと、36万の10回払いと。でなんとなくそれっぽいですよね、300万借りて毎月2分だから6万円と、だから10回にわたって利子6万毎回返してもらって、なおかつ元本、これの300を10分割して30万と。だから元本分30万と10回に分けてね、毎期毎期6万円の利子を払ってくれと。だから36万でこれを10回払うんですよと言ってんで、なんとなくそれっぽいんですよね。でアホ、36万の10回払いやから最初の1回は確かに月2分やと、だから利子と元本ってことね。でしかし2回目以降元金は減ってくんやでと。だからこれ毎期毎期6万円払っちゃおかしいんですよ。来期になったらもう元本300がやりましたよね、0期の300が利子ついて306になって36返すんで、毎期毎期36なんでね、利子6と元本30返して270下がると。でここプラス6ね、まあでここプラス6になっちゃおかしいんですよ。だって本当はかける 1.02 なんで、同じかける 1.02 でも300よりも利子がかかる分減ってるんで、これそのまま上がっちゃおかしいんだね。ということで276になっちゃおかしいんですね。それよりもこの6、利子はね6より少なくなきゃおかしいんですね。というのを言ってんのがここの話です。そうか、最後の10回目はもう残金30になってるんですね。
で、それに対して6万円も利子ついてるということで、10ヶ月ですごい金利取れるよって話ですね。で、これを説明したのが桑田さんの主張ですね。これ残金でやってます。最初ゼロで300万の借金を得ましたよと、残が300になりますよねと。で、このプラス6、これ一気上がることの利子ね、利子がついて、で36回しますよと、だから残額減りますよと。で、ここおかしいんですね。6の利子がまたつきますよと、36回しますよと、6の利子がつきますよと、これ続いて最後ゼロになるよというのが桑田さんの主張なんだけど、ちょっと最後待ってよと、これ30万しかないですよね。なのに利子が6もついてると、で36になって返すということで、それをここ言ってるんですね。最後の10回目は30万円に対して6万円実に月2割ということですねと。30分の6は2割ですからね。ということで最後 20% もの月利取ってるんですね。ということでこれおかしいんですね。で、じゃあこれ本当はこのままちゃんと金利計算するとどうなるかっていうと、それが次ですね。これ最初300で借りて、最初6つくの、これはしゃあないんですね。300の 1.02 倍ですから。ですがこれ36返すと、これ270になってますよね。これの 1.02 倍しても276ならないですね。 275.4 と、元本が減ってるからね、利子がつく対象が減ってるから。で、返したらさらに利子がつく 1.02 倍するべき金額が減ってるから、 1.02 倍してもこの 4.8 しか増えないんですね。6も増えないということで、これ続いていくと最後にはですね、もうこうゼロね、もうこれ過払いなんですよ。これ28.5 過払いということですね。だからこれね、最後の期に 28.5 余計に払わされてると言ってもいいし、まあ、これの現在価値だけ、その話次行こうか。まあ、とにかくね、最後の期はこれ過払いですよということですね。だからこれ騙されてるのね、ここゼロですから。で、これ見ると分かるように、この流れ見ると利子の対象となる残高が減ってる、だんだん減っていくから、こう傾きがだんだん緩やかになるんですね。こうで、それが1個前のと比べると、この折れ線だけ見てくださいね。1個前のと比べるとこっち傾き一定ですよね。全部6上がってると、1一定6上がると。で、こっちだんだんなだらかになってますね。これ比べて見てくださいね。これ一番1期目はいいんだけど、2期目以降こう本来は利子が下がっていかなきゃいけないということで、騙されてるというわけですね。計算してみよう、本当にそうかと。指示通り返すとどうなるかというと、 NPV どうなるかというと、まず300受け取りますよと、300ね。で、利率1期あたり 2% ですよと。で、これ2入ってると。で、ペイメントが36万と。で、10期間と。で、これが NPV ですよね。で、これがイコール0になっていればちゃんと正しく計算されてるんだけど、これ計算するとマイナス23になってます。ということで、これ23、まあ損してるんですね。今の額で言えばね。これはですね、この10期後の 28.5 の現在価値ですね。これを 1+0.02 の10乗すれば、ほぼこれになるはずで、23と。ということで、23損してるよと。じゃあこれ正しく計算するとどうなるかっていうと、これどっか通じつまってないんで、どれを直すか次第なんですね。で、この3個が決めれば残り1個決まるんですね。この式を満たすようにね。じゃあまずはこれを正しい額を計算しよう。この3個から正しい額いくらですかというのを計算すると、1期あたり 2% で、まあ1期36で返済期間10期ですよと。この条件だったら本来はいくら借りられるかというのを計算してみましょう。だから NPV イコール0の式で、ここを正しくはいくらだったらちゃんと0になりますかと、等価交換になりますかというのを計算するんですね。で、計算すると323ですね。これはまあさっき計算した NPV と同じなんだけど、 NPV のこれマイナス23、損してるっていうのと関連していくんだけど、つまりですね、これ本来は毎期36回してください、10期間ですよと、 2% ですよって言ったら、じゃああなたに
323万貸せますよと言わなきゃいけないんですね。それが正しい計算と。だけどこの人は300しか受け取ってないから、なのに323受け取った時と同じ利子払わなきゃいけないので、まあ、つまり今期23受け取れてないんですね。余計に本来はもっと受け取れるんですね。ということでこれ23、今のお金を騙し取られてるんですね。23万円で、それを書いたのがこれで、ちゃんと最初23にしとけば毎期毎期 1.02 倍して利子がついて、36返して 1.02 倍して36返してと、これ繰り返して最後ゼロになって完済終了ということになるんですね。だから本来は 2% の利子で毎期36の返済だったら323受け取れるはずだったのに、300しか渡してもらってませんよというので、今23損しているというのが計算結果です。でこれをソフトで計算してみたのがこれですね。Excel だったらもうこれを打ち込めないと。この 0.02 というのが月利で、短期間がと、でペイメントは36の支払いですよと。でこの時それと等価な今なお金はいくらですかというのを求めるのが PV ですね。だからこのセットですね、このセット、1期後に36、36、36とこうやって10期間ですね。毎期毎期36払ったら、今等価な今の PV、現在価値いくらですかっていうと、これが323ですよというのが、これとこれが等価だから交換可能というのが本来の値ですよというのがここです。でそれがスライド18の式で、ここの式見るとこれ打っただけね、323万出す式ですね。 0.02 と10期間で、利率 0.02 で期間10と、で定額36支払うと。そしたらどうなりますかという式です。でこういうやり方もありますよと、何を修正するかということで、この3つから正しいこれを計算すると323ですよと。じゃあ他の修正もいろいろできますよね。3個決まれば残り1個決まるので、じゃあ今度はペイメントを出してみよう。この組み合わせで300万円借りて、利率は1期毎月 2% で、返済期間10期間だと本来毎月いくら返さなきゃいけないですかというのを計算してみよう。でこれですね、借入額300で月利 2%、返済期間10期間で、じゃあ本来は36じゃなくていくらなのと計算すると、この NPV イコール0の式の中に、ペイメントだけ、クエスチョンにしといて、そんでペイメントについて求めればいいと。でこれ計算すると、まあ、これ何回も計算してますよね、ペイメントの公式で。でこれマイナス 33.4 になりますということで、この人は36払わされてんだけど、本来は 33.4 でいいんですよと。ってことは毎期毎期 2.6 万円余計な返済させられてるってことですよね。ですからここを300のままでいくんだったら、かける 1.02 して増えたら、36も返す必要ないんですね。10期間で返すんだったら 33.4 返せばいいと。でこれを 1.02 倍して 33.4で、こうだんだん傾きは緩やかになっていくよと。でそうすると最後10期間で返し終わりますよということで、この人は毎期 2.6 万円騙し取られてるんですよという話です。今度は、利率いきましょうか。300万で、毎期36返しますよと、で10期間ですよと。でこの桑田さんは 2% だって言ってんだけど、本当はこれ何パーセントですかと、何パーセントの利子取ってるんですかというのを計算してみよう。でこれはちょっとね、計算大変で、まあまあ式で言えば簡単ね。ここで今まで通り NPV イコール0なんだけど、今度はこれ満たす利子率いくつですかというのを出そう。これ計算するとですね、まあちょっと次ね、ソフト次のスライドでやりますけども、 3.46% になります。 2% どころじゃないのね、 3.46% と。ってことは本当は 2% ですよって言ってんだけど、実際は 3.46% なんですね、利率は。っ
ということで毎期毎期 1.46% 分の余計な金利取られてるんですね。でどうしてるかというと、この図で表すと300は同じと、でここが36になるのも同じと。じゃあここでちゃんとゼロで返し割るにはどうなるかっていうと、ここで 1.00346 倍すると 1.002 倍じゃなくてね、あごめんこれ間違いだ、こう 1.0346 倍ですね。01個消してください。この 1.02 どころじゃなくて 1.0346 倍すると、こう傾きが最初強くてだんだん緩やかになっていって、最後平らほぼ平らになってゼロになるというような貸し借りになるから、この人は 1.46% 分だけ利子をぼられてるんですね。でこれをソフトで計算すると、ちょっとこれが面倒くさくて IRR という関数を使います。でここでですね、キャッシュローをまず表で作りましょう。0期目、まあ、これはね見やすくするために書いてるだけでね、この左側はこれは別になくてもいいです。0期目300受け取って36払って36払って36払ってと、で36は10回36払って10回で36払って交換終了と、こうした時これいくらの利子取られてますかというのを計算するのがこの IRR 関数というものですね。でここのところでこのねここ指定すればいいんですね。そんでエンターを押せば、ちょっとこれテーブルなんとかとかなってるけど、普通はこの E の2から E の12とかになるかな。でこの範囲を指定してエンターを押すと 3.46% というのが出ます。あ、ちなみにです、そのままやったら例えばこれだったら1とか表示されちゃうかもしれないんで、そうした場合はこれ選んで、まあ書式を設定するんですね、数値の。でこれで桁上がり桁下がりとかこうできますんで、何桁まで表示するかとかね。でまあこれで選んでもいいしね。で1桁しか表示されないんだったらこれで修正すれば出てきますということで、3.46% の利子率を取られてるんですよということで、でまあこれはですね、内部収益率っていうんだけど、ちょっとそれをまたそのうちやると思います。今度は最後、この3個が決まったら、じゃあ300万借りて 2% で36万円と、いつ返し割りますかというのも計算できますよね。ですがちょっとねこれ小数展開になってちょっと微妙なんだけどね、1期1期返して9点何期で返せるとかなってて、まあ解釈するの難しいんだけど、まあ、9点いくつってことは10期目全額返す必要ないって感じかな。でそれをやったのが、これですね。この借入金額300借りました、毎月 2% ですよと、各期36万払いますよと、じゃあ何期で返し終わりますかというのを計算すると、でそうした場合にはこの NPR というナンバーオブピリオドだと思うんだけども関数使うと 9.21 期間というちょっとまあ微妙な数字だけど、まあ10期目には返し終わってるってことね。9期目には返し終わってないけど、だから10期目が払いすぎだよって考えてもいいかな。だからこれもうちょっとね、期間が100とかだったらね、100が99になるよとか、まあそう1期間ず早く返し終わってるはずですよとか出るんだけど、まあちょっと、こういう短い10期間の解釈の場合には解釈が難しい結果だけども、10期目全額返す必要ないってことかな、これだと。でこれ皆さん使うとしたら、例えばですね、まあリボ払いとかありますよね。あれで定額で返済する場合ですね、毎月これだったら3万6000まで毎月返せますよと、で月当たり 2% 取られますよと、まあなんか30万の立派な海外旅行して、リボで海外旅行して毎月3万6000円返せますよと、月 2% ぐらいです。まあこんなもんですね、リボの金利って。でそしたら、いつ返し終わるかと、そしたらこれはね、9ヶ月後に返し終わりますよみたいな感じで返済額を固定して、借入額が決まって利率決まっている時にいつ返済が終わるかっていうのは出すのに使いますね。でさらにですね、ここから追加で借金して、そうするとまた期間が伸びますよ。まあ毎月の支払いは3万6000円のまま変わらないんだけど、この額が増えれば返済が終わる期間が伸びますんでね。ということで、今日のまとめいきましょう。次の4つの情報のうち3つが分かれば残りの1つっていうのは簡単に出せますよという話です。でこの NPV のイコール0の式、0イコール
CF0 たす PMT 分の1たす R たす点点点たす1たす RN の PMT ですよね。でこれでこの緑のこことこれですね、 PMT ですね。で R とと N と、でこれを満たすようになってれば、まあ、正しい貸借なんですね。ってことは逆に言えばね、1個だけ分かんなかったら他の3個から計算できますよと。正しい貸借はね、最初にやった小発見の話だとこれがだから240万ですよね。で利率 0.000058 で180ヶ月と。でまあ厳密にはね、これ6期間放置するんで 240×1.000058 の6乗とし直せば、まあさっきの式になりますよね。ということで、まあ、3個決めれば残り1個決まりますよと。でその計算方法だけども、PC のソフトを使えば簡単ですよという話でしたね。Excel を例で使いました。で R も、簡単です。まあいっぱいパッケージあるんだけどね、こういうの計算する。まあこの、スライドで書いてあるのは FinCal と、まあ、フィナンシャルなカリキュレーションなんで FinCal っていうんでしょうけども、まあ他にフィナンシャルマスとか、まあ、いろんなパッケージあるんで、まあ、興味ある人は調べてみてください。他に Python の NumPy パッケージというのもあって、NumPy ライブラリというのかな、それもあって、それも同じように計算できますんで、興味ある人は調べてみるといいと思います。ということで今日のお話は以上で、貨幣の時間的価値の第10回いきましょう。今回何やるかっていうと、今までは今、キャッシュフローゼロがなんかあって、こっからペイメントで固定と、最終期までと。こんな例でしたよね。で、これらは違うと。ペイメントとキャッシュフローは違うと。で、こんなケースやったんですけども、今度は逆に、最初の N 期間のペイメントが同じですよと。で、最後が違うよと。こんなケースやってみよう。そうしたら、この2つ、どういう関係ですかというのを考えてみますね。で、これどんな時使うかっていうと、例えばですね、このペイメントがマイナスの場合、毎期、今から毎期毎期定額を預けます。預金、預金して、預金して、で、N期間にわたって積み立てましょう。で、最後、引き出すと。そんなケースですね。ただ皆さんで言えば、卒業旅行に向けてね、この卒業旅行の資金を引き出すために、毎期毎期バイトで貯めたお金をこう、投入していく感じかな。定額を。で、まあ、これが一番多い、使われ方だと思うんですが、この式の場合。まあ、逆も一応考えられます。まあ、毎期毎期定額受け取っておいて、例えば奨学金とかね。で、卒業する瞬間に返すと。まあ、普通こんなことはしないと思いますけども、一応式上はこうなりますよね。毎期毎期定額受け取って、プラスですよね。で、卒業と同時に全部返還すると。で、こんな例です。ですから、まあ、皆さんが使うのはこっちの方だと思いますね。あとは、まあ、卒業旅行もあれば、まあ、結婚資金とかね。まあ、結婚いつになるか、まあ、これ、分かる人いないでしょうが、まあ、分かるとしたら、定額をこう、積み立てておけばいいんですね。で、あとは、まあ、出産に向けてとかね、出産資金を貯めるために、10ヶ月前からこう、お金入れておって、最後に出して、という感じかな。と、1いきますと、例えば、預金利率が年 1% と。で、10年後に100万円引き出したいよと。結婚式で100万円使いたいと。で、年 1% で10年後結婚する予定だよと。で、今と1年後、2年後、点々で9年後、計10期間。いくらずつ預ける必要ありますかというのがこの問題です。で、つまりですね、次の式の PMT いくつですかと。これが同じで、で、こっちが分かんなくて、こっちは100って分かってますよと。じゃあ、ペイメント出しましょう。で、これは、まあ、変形してごちゃごちゃやって、また、いっぱいの子を消すことできるんだけど、もうそれでもやっぱり複雑になっちゃって、ちょっと電卓だとしんどいので、やっぱりパソコン使いましょう、こういう場合にはね。それをやったのが、このペイメントの式で、ここですね。
式見るとこれが金利ね、まあこう合わせるところが出てくれるけど、利率が 1% で10期間で現在価値ゼロと、まあ今あらかじめ預金はしてませんよってことね、あらかじめすでに貯蓄されてるんだったらまあ、ここにすりゃいいんだけど、将来価値ゼロと、支払い期日、まあこれ前払い後払いとかなんだけど、まあこれの場合1にしとけばいいです。でこれ計算すると、この 9.4636 万円だから94,636円ね、というのが計算できますよというのがここの話です。計算結果これと、今度は逆にこっちが分かんないケースいきましょうか。100の方がね、で預金利率が年 1% ですよと、今から今1年後2年後9年後に10期間にわたってそれぞれ10万円ずつ預けましょう。そしたら10年後いくらになってますかという計算ですね。でつまりですね、これペイメントが毎期毎期マイナス10 で利率 1% で、で10期後いくら引き出せますかと、受け取れますかという計算です。でこれはですね、フューチャーバリューという関数を計算して、結局ですねこれ両辺に 1.01 10乗かけると、もうシンプルなんですね。0イコール最初の10が10期間で残高いくらになってますかと、プラスか10預けたんでね、じゃあ2期目の10が2期目なんで残り9期間です、9期後いくらになってますかと、でそれらを合わせたものなんですね。だからまあある意味この今の10というマイナス10のキャッシュフローの将来価値を出してるんですね。なんで将来価値の FV 関数ということなんだけど、Excel の場合にはこの FV という関数で、まず利率 1%、 10期間毎期毎期10払いますよと、で今あらかじめまだ預金してませんよと、でまあ後払い前払いなし、まあこれ1にしとけばいいです。でこれ計算すると10期後にいくらになっているかというのが計算できます。で、105万円ということですね。ですから例えば老後資金2000万円貯めるっていう場合には、これをうまく工夫して、まあそれの場合こっちかな、ペイメントでこれを100万じゃなくて目標額を2000万にして、老後まで何期間あるかがここ入れて、で利率いくらか入れて、で計算すると毎期毎期いくら貯金しなきゃいけないかっていうのが出ますよね。ということで今日のお話は以上で、課題の正答いきましょうか。